というわけで本日、日本対ポーランド戦一緒に見てくださったソラ君です。よろしくお願いします。もちろんソラです。よろしくお願いします。日本が1対0でスカッと突破したね。今の言うのも勝ったみたいだよ。0対1で突破しました。すごかったね。いやでも俺こんなことになると思ってなかった。俺途中から何分析してるのかよく分からなかった。最後の方分析してなかったです、うん、聞いてたんですけど、ほとんど俺の携帯見てたもんね。そうですね。これね、あの動画見てる方、一応条件を整理しますと、はい、日本は現状勝ち点4だったと。4、セネガルも4でコロンビアが3だったと、はい、でこの状態でコロンビアが得点入れて 1-0 で6になったと、はい、でセネガルと日本ここで並んでますと、はい、かつ得失点差の関係で日本がこのまま終わるとプラマイ0、はい、で、セネガルがこのまま、1点返さないで終わると、はい、同じプラマイ0になって、勝ち点が4のまま、勝ち点が4のままお互いプラマイ0になって、はい、イエローカードに勝つっていうことでしょ。そうですね。総得点と、得失点差も全部一緒で、警告数になるということで、お客さんからの情報だと、まあこれはもう皆さんが調べてる情報ですよ。ありがたい、はい、2枚差ぐらいあったんで、西野監督が最後に取った手法としてはもうセネガルが点を取らないことにかけてハセビを投入するって、はい、そうでしたね、守備的な、はい、日本らしいってそういうこと。ずっと探してた日本が、いやそのツイートすんの早かったですよ。俺終わって2分ぐらいで、オシムさんが言ってたさ、パス&ムーブ的なことじゃないんだ、はい、談合に次ぐ談合みたいなさ。最後はね、ちょっともう あまり動きもない。日本国民の中ではもう日本を応援するよりコロンビアを応援してる人が多い。そうなんですよ。で、現地の、ここの1回目のゲストの原くんが現地に行ってて、さっきツイートしてたんですけども、現地ではコロンビア分コールが起こったみたいですね。日本から日本から日本コロンビアっていうのが昨日のメキシコ韓国じゃありませんけど、いやコロンビアに助けられるとはね。試合には負けましたけども、うん、勝ちましたということ。そうですね、ワールドカップっていう勝負には勝ったっていう、はい、一応試合に関しても話していきましょう。はい、スタメン発表の時点でいつもと違うフォーメーションと、まあ、スタメンも大幅に入れ替えたということです、うん、なんで日刊スポーツだけあんなに分かるの。僕今日夕方のニュース見た時に、うん、今日のスタメンのメンバーが出てたんですよ、うん、でこれおそらくこれでいくでしょうって言ったのが、うん、全く一緒だったんですよ、うん、で僕右に豪徳選手がいたことに対して、うん、いやそれは当たんないでしょ、うん、で僕は直感でね思ったんですけども、うん、まさにそのだからさ、俺この今日の動画でも言ったんだけど、はい、西野ジャパンから日刊スポーツに情報が流れすぎたって話したんだけど、もう考え方変わると日刊スポーツジャパンなんじゃないかな。日刊スポーツが決めたのを西野さんがやってるんだけど、このコアはこっちだったっていう。よくラスボスとかである、あんなぐらい倒したらダメで、右のやつとか、そうそうそう、クロノトリガーよくやる、覚悟やる、日刊スポーツジャパンなんじゃないかなって俺は思う。なるほどなるほど。そのどこまで戦術的に話すかって話だけど、結局、はい、0-0 でいいっていう試合の入り方じゃん、言ったら。そうですね、引き分ければ突破で、うん、でしたら岡瀬武藤で、はい、右に高徳使って山口翔太郎入れてっていう、はい、ただやっぱりね、相手に攻撃の脅威を感じさせないってことは、それだけね、相手がこう精神的にも楽に来れるってことなんだよね。そうですね。でもまあ、ポーランドも、うん、なんか前半の方はちょっと硬いと言いますか、うん、なかなかうまくつなげない、ポーランドつなげないね、チームではもともとつなげないチームだし、つなぐ中心だった選手がいないの、はい、今回モチンスキーっていう選手が、はい、だから後方からロングボールをね、放り込んできてレバンドスキー勝負でやってくると思ったんだけど、はい、それもあんまやってこなかったから、はい、画面に映ってないところ、はい、後で戦術カメラとかで見たら分かると思うんですけど、はい、そこで、レバンドスキーがね、センターバック2枚との日本の、はい、駆け引きに別に有利になってなかったと思って、だからロングボール出せない、じゃあ近くでつなごうっていう時に、ゴラルスキーだったりクリホビアクだったりはファイター型の選手だから、はい、ショートパスつなげないしっていうところで、なんで日本のね、後ろからのビルドアップがミスった時のショートカウンター以外は基本危なくないっていう。そうですね、うん、ただ、はいはい、日本も前半の最初の方は硬いというか、うんうん、ちょっとまあパスもずれたり、まあ、柴崎選手も、ね、トラップ大きくなってしまったりとか、そうそうそう、まあ、柴崎選手はでも3試合連続スタメンということで、うん、まあ、運動量もね全試合豊富でいろんなところに顔を出してるんで、コンディションもちょっと難しかったのかなという印象も僕は多少あったんですけど、メンバーこれだけ入れ替えて、はい、なおかつそれでさ、前半にその宇佐美とかが下がってきすぎてハーフスペースでボールを受けられないとか、はい、豪徳だと中でボールを受けたときにさ、全然違いを作れないっていうか、ハーフスペースでもともと受ける選手じゃないっていう、そうですね、だから配信中にも言ったけど、豪徳がやれることは豪徳やってるけど、はい、やる必要ないことをやらされてるような布陣だったから、そうですね、全然2にもかなってないんだけど、単純に他のね、グループリーグの選手たちを、他で使った選手をフレッシュにするっていう、はい、そこのミッションとしてこれをやったんでしょ。でそれが最終的にはこのね、セネガルが負けてくれたおかげもあって、はい、これが全部ね、結果論としていいっていうにはなってるけど、まあ神頼みだったり偶然性が多い、
そうですね、結果論で全てが回っていると言いますか、そう結果的に良かったねって言ったからね、もう本当、そういう西のジャパンだよね。まあ、前半、その岡崎、武藤、フレッシュ、まあ、前半はもちろん元気ですから、前線から結構守備をはめれてたと思うんです。岡崎、武藤、フレッシュってこうね、スリートップみたいな。そうですね、ちょっと聞かせた人が聞いてましたけど、フレッシュっていう選手で、岡崎、武藤のツートップで、だいぶ守備もはめてて、で、ね、あの宇佐美選手も守備は結構貢献してたと思うんですけど、ボラルスキーとクリホビアクに対して、柴崎、山口が人についていくから、柴崎は結構前にね、出てく場面が、だから、宇佐美との間が空いたりして、そこは危ないとこあったんだけど、はい、吉田が出てったり、宇佐美が絞ったりとか、はい、でそのなんていうのかな、クリフ、ポーランドがついてこなかったから、その穴を、うん、危なくなかったってだけで、はい、なんか普通にこのメンバーだから起こることも結構起こってたしね。ただその高い位置で取った時になかなかこうスピーディーな攻撃に移れない場面も多かったように思うんですけど、一つは奪った時の宇佐美のドリブルの推進力のなさ。でもそれに関してはこれ宇佐美をあの攻めてるようにどうしても聞こえちゃうんだけど、宇佐美っていうプレイヤーの特性上そういう選手じゃないから、そんなにそうですね、中で勝負するっていうか、相手が突っ込んできた時に逆つける選手なんだけど、はい、そのままグイグイ持っていく選手を今回選んでないから、だから宇佐美を使うんだったら俺はワントップだったりセカンドトップだったりとかすると思う。でもセカンドトップでも、2枚ではめていくって守備はできないから、後半追いつかなきゃいけない時にテクニシャンが必要になった時の宇佐美だと思う、ってなると今の宇佐美が左に置かれた時のベストな仕事は今回してくれたと。そうですね、守備今日は、はい、すごい低い位置まで戻って、しっかりとしたと思う。長友選手と連携取ってね、頑張ってた。そうだから奪った後のところでそこが弱いのと、あとプラス2トップがサイドに流れたとするでしょ、はい、武藤だったり、まあ、岡崎が中央でキープしたり、はい、そうなった場合に誰かがサイドに流れる、じゃあもう一人が真ん中残るけど一人なら厳しいでしょ、日本の場合。そうですね、中に取って入れるときにやっぱ枚数的に少ないで、高さはもう完全にフリーなわけでって時に宇佐美は斜めに入ってくる選手じゃないし、豪徳も何回かやってたけど、宇佐美と豪徳に関してはこの試合守備でサイド走り回ってるから、はい、そこで斜めに入ってくることまでやるのはちょっと厳しいんだよね。豪徳選手頑張ってましたね、そういう意味では。中にすごい、行く意識を持って、そうすごい中でもともとやってる選手じゃないし、そうですね、で考えるとこの試合勝ち点1で良かったっていう考え方は分かるんだけど、はい、勝ち点1を取るのは1-0 で勝つことを目指して、そこから引き分けになっちゃうって形ならいいと思うよ。ただ最初から 0-0 目指したから、ああいうセットプレーにもなったし、あくまで勝ちに行った流れでの引き分け、でセットプレー完全にミスってるしね、豪徳選手のマークの引き方とか、失点の、そう、背中疲れてそこからついていけてない選手が多いっていう。で、5番の選手がね、前でフリーになりまして、豪徳とベドナレクのところにギャップがあるのは分かってた上に、そうそういったところできちんとしたミスだから、あれが不運っていうように、はい、ってなると最初の試合入るプランニングが、まあこれはもうね、終わってから言うなって言われる前、俺始まる前に動画でもね出してるから、はい、ここが危ないって言ったところそれがもろ出てたし、そうですね、で乾がいないからハーフスペースで受けられない、はい、でそこに大迫とかが降りてきても牧野がつけられないっていうね、まあ、そういったところもありましたんで、もう本当にね本当に西野監督が運が良かっただけだと思います。そうですね、でも運も実力のうちですか。そうだ、運を持ってるっていう能力だよね、はい、最後にその賭けに勝った、はい、そうセネガルが1点を取られないっていう方に張ったっていう、あれは情報が回ってそういう方に行ったんですよね。そうこのままだとイエローの警告数になるから警告受けない。だからサッカーとして突っ込みどころいっぱいあるし、スタメンに関しては今多分俺語りきれてないところいっぱいあるし、はい、それに関してはぜひともアーカイブ見ていただきたいと思うんですけども、ね、最後の判断に関してはバクチリ勝ったなっていう。そうですね、あそこで1点取りに行って、もし2点目取られたら終わりだったんだから、あそこはバクチリ勝っただけだし、あそこでバクチリをしないようにスタメン選びをもっとちゃんとしましょうっていうのが僕の考えです。そうですね、そう結果オーライですねっていう。そう、まあそんな感じあるなんかあと、まあ交代枠、うん、まあ、最後の長谷部選手のところはそういう、まあ、守備だということで、宇佐美選手に代えて乾選手を入れて、うん、まあ、この交代は多分1点を取りに行ったと思ったんですけど、あの時はそうだった、はい、まあ、20分ですかね、後半の、うん、あと疲れもあるし、そうですね、単純に宇佐美のままだとアップダウンもしんどくなってくるから、はい、こう守備的であり攻撃の方も改善できるっていう、そういう交代だ。だから初戦で言った問題入れたところでも、あれ右の花口疲れてたから、そこを武藤に変えたり岡崎に変えると守備も良くなるし攻撃も斜め入ってくっていう、プラス2つある。そうですね、はい、そうだ、そういうところで今回はプラス2つあるとかじゃなくて単純に守備を固めるっていうやつしたんだ、はい、ベスト16ありがとうございます言わなきゃ忘れちゃいそうだったんで、まあ、なんでこういう風に僕は分析したんですけどね、皆さんから何かあればよろしく。質問があれば。武藤が好きで注目して見てたんですけど、はい、武
藤について今日はどうでした？武藤については得点を取る意識がすごい高いと思うんですよ。なんで今日とかは宇佐美に出せるとこ出さなかったりとか、周りが動いた時に自分で狙い行ったりとかで、なんでかというとそれをしないと多分この後スタメンになれないからだと思うんですよね。でその利己的にちょっと武藤が普段だったらもっと人のためにやれるプレー、裏に走っていったりとか、そういったところで自分が最終的に点を決める役割になりたいから、ゴール前にね、もっと、はい、武藤が入ることによって奥行きができるから手前の岡崎が空くとかがあったと思うんですけど、自分が決めたいから入っていかないところがあるのかなっていう。で武藤の焦りが悪いもんって言ってたと思います。でこういうプレーをするんだったら、僕は武藤は点を決められなくても動き回って他を助ける、宇佐美がねフリーになれたシーンみたいに、宇佐美のマークついてる選手の裏走ってったからグリーンになれたみたいに、ああいうプレーを続けて点は少なかったけど武藤頑張ってたよねっていうプレーをしてて、最終的にはそういう頑張ってる選手の前にはボール転がってきますから、はい、そういう取り方するべきだと思うんですけど、今回は武藤はちょっといらない賢さがついちゃったなっていうふうに僕には見えました。ありがとうございます。ベルギーとイングランド、はい、日本と対戦するならどっちが日本にとって有利ですか？なるほど。僕はイングランドだと思います。イングランドの方が攻撃がパターン化されてます。3バックから、前にくさびが入ったり裏狙うか、そこからヘンダーソンに預けて他の選手が裏狙うかって感じで、予想外のことをやってくる人が少ないですね。なんで、ケインを抑えればある程度は抑えられるっていう感じになるんですけれども、ただベルギーの場合はそういったイングランドほど流動性がないんですけれども、ルカクだったりアザールだったりとか無理やり前向けたり、1人しかペナルティエリア入ってなくてもそこにビシッと合わせられるデブライネがいたりとかするんで、で日本の場合は右サイド弱いじゃないですか。カラスコが弱いんですけど、ベルギーの場合カラスコの方をつける選手がいないですし、本当だったらそこを岡崎とか武藤で斜めに走らせたいんですけど、西野監督の今までの采配上しなそうですか。岡崎も怪我してしまいましたし、なんでそういった組み合わせ考えるとベルギーの方が、予定通りいかない可能性が高くて、個人個人の能力もあるんで、僕はイングランドと当たってほしいなって思います。ありがとうございます。なんかその試合もイングランドとベルギーも引き分けた場合警告数になるみたいですね。あ、1位がね、今一緒らしいですね。今回意外と警告数が、全然当たんない試合になって気になってる、全然ぶつかんねえなみたいな、スライディング全部の試合になってはい、じゃあ最後運動量、はい、やっぱりもう柴崎が前半のうちから若干やっぱりトラップだったり、うん、はい、あの飛び出すやっぱタイミングとか、まあ、止まったり動くっていうのがやっぱりちょっと緩かった気がする、はい、でも一番のキーってやっぱり今柴崎だと思う。そうですね、ここで柴崎引っ張っちゃったのがちょっと次戦タイプ心配な気がするんですよ。そうなんですよね、全員休ませたんですけど一番休ませなきゃいけない人休ませなかったっていう、だから僕らの思う以上に大島の怪我がちょっと重いのかもしれないですね。そうですね、確かに。なんかそれぐらいしか理由が見当たらなくて、その柴崎がね、本来だったらしなそうな守備の判断ミス、判断ミスって頭だけの問題に見えるんですけど、疲れてくると考えられなくなるってあるじゃないですか、大事も。なんで柴崎だったらそこ行かないでね、遅らせるみたいなところも今回はね、ミスっちゃってましたし、本当におっしゃる通り、そこがね、グループリーグ終わった後のちょっと一番怖いところですね。次の試合が2日の月曜日の20、はい、深夜27日ということで、中3日になりますね。中3日、柴崎がどこまで戻してくれるか。そうですね、で、悪い方に考えるとこれでね、日本のこうムード悪くなるんじゃないかっていうのもありますけど、これでね、きちんとこのやり方だって決めてチームとしてこれで突破したいじゃないですか、はい、でプラス諸外国、次に当たるベルギーだと絶対舐めてくるでしょイエローカードでギリギリで勝ってね、上がってきたやつらだっていうね。そんなことないって俺言っときますよ、ベルギーとイングランドに。やってやったんだって。そんなやつだって見ました、あのスタンド神いたんすよ神めっちゃ上手そうだったじゃん。神いたんすよ。神あれ不安じゃないです、冷静に見てですあの格好してる人の表情じゃなかった。神がやっておると、やっておる、ね、神ってあんなきちんとしたバカ殿様みたいないやでも神がついてる日本には。いやそれね、確かにそらく言いに行ってもね、なんかね、日本のねおでこちゃん来たぞっていうより一層バカにする要素も増えるし、なんか言いくるめられそうそれはい、なんかそういったところで向こうが舐めてくれてってのもあるかもしれないですね。前半で早めに決着つけれれば、うん、舐めてるうちに点取って、そうそうそう、焦らして焦らして、うん、いやでも今回西野さん持ってますよ。いやだと思います、うん、だって本田投入だったり今回の、はい、ね、談合的なやつだったり、基本的にね、最初のレッドも、最初のレッド、そうですね、あーそうですね、あれもね、あのイエローでもおかしくなかったですからね、判断で濃いかどうかで言ったら ね、 そ, うね、うん、だらそれで言うと、まあ持ってる監督に引き入られてるっていうところでいいって考えるっていうね、そういうのもあるかもしれませんし、まあね、そのね、結果としてはいいんですけど、まあちゃんとね、検証もして、はい、分析なんかもしていきたいと思います。そんな感じで、レオザフットボールと、ソロフットボールでした。トークザフットボールでした。ありがとうございました。ボーイ。